一番大事なのは僕はやっぱり職人だっていうこと、それをアーティストがどうかお客様が判断する、素材を信じること、いい素材を使うこと、そこがスタートで僕は美味しいものができると。その美味しいものってね、形が綺麗なのよ。だから他のお店にはないものを提供できる。心をスーッとこう落ち着けて包丁を持ってこうやって入れる時っていうのは緊張とフォーカスと一緒になってる。そこに何だろう、一つの美しい空間ができてくる。で結局お客様はそれを期待して見てくれてるし、僕はそれに応えるべく切った後美味しい寿司、美しい寿司を作ることができるようになってくる。やっぱり俺なんだろう、必ずあると思うね、そういう美味しいもののスタンダードとか美しいもののスタンダードっていうのがあって、僕の寿司がそれにどこまで近づけるか。最後に行き着くところは全てワンオンリーになっちゃうんだよ。